なんてことをしたの、トロちゃん。トロちゃん、爪引っかかっとるよ。マロちゃんと一緒に寝てたから撮ろうと思ったのに。一人でやっぱり撮るし。どういうこと？またモピの尻尾で遊びに来た人が。あれ、ももちゃんが移動しちゃった。ももちゃんパパの足にスリスリしに来たの。トロがいなくなったからマロちゃんが戻った。そしてトロがまた狙っている。ボスに挑む子猫。あ、甘えてんだよな。本当はマロちゃんに甘えたいトロちゃん。反対から出てきた今度。なんじゃこりゃ。何これ。またひょっこり消えて帰ってくる。そう、怒るわ、マロは。うざいの、マロちゃん。マロはマジでうざそうに、そんな。チロとハムみたいな関係が、チロと、トロとマロになってきたな。ボスに挑むには早いな。
マロさんちょっと半分落ちてますけど大丈夫ですか何やってんの、この人こんな状態で。ねえ、もうピー落とすのがいっぱい散らばってる。誰こんな落とすの。ねえ、もうピー、マロちゃん尻尾ブンブン丸。ちょっとイライラしてんなこれ マロちゃんもちょっと落ち着いてきたね。トロは落ち着かないね。カメラが好きなトロちゃん、マイク狙ったでしょう。マイク狙いのトロですね。トロタイヨに当たる、まあ、あまるじゃない